イエローストーン国立公園アルゼンチンの国立公園国立公園とは自然保護の目的で国が指定している公園である。国際自然保護連合は管理の介在の度合いによって保護地域を6つに区分し、そのうちのカテゴリー2を国立公園としている。それによると国立公園は生態系の保護とレクリエーションを主目的として管理される地域とされる。 一方で多くの国では IUCN の定義とは独立に国立公園を規定している。IUCN の定義ではカテゴリー2以外に該当する保護地域が国立公園と呼ばれていることも多い。国立公園は一般的には国家により管理されているものと理解されるがオーストラリアやオランダのように州政府により管理されている場合もある。世界には 運営が民営化され、事業として成り立っているケースもある。アメリカの経済学者であるミルトン・フリードマンは、国立公園を政府が運営しなくてはならない理由はないとしているが、国立公園は国が管理することが国際的に見ても標準となっている。IUCN の定義に適合する国立公園は世界に約7000存在し、その中で 世界最大のものは1974年に設立された北東グリーンランド国立公園である。世界最初の国立公園は1872年に第18代アメリカ合衆国大統領ユリシーズ S, S ・グラントによって指定されたイエローストーン国立公園である。この当時、イエローストーン国立公園のある現在のアイダホ州、モンタナ州、 ワイオミング州はまだ州ではなく、準州であったため、連邦政府が管理することになったものである。イエローストーン国立公園に続いて、オーストラリアでは1879年に、ロイヤル国立公園が、カナダでは1885年に、ロッキーサンガミアク公園が、ニュージーランドでは1887年に、トンガリロ国立公園が設立された。ヨーロッパで、 最初の国立公園は1909年にスウェーデンで設立された9つの公園で2010年現在ではヨーロッパには359の国立公園があるアフリカで最初の国立公園は1925年設立のアルバート国立公園であるアジアでは1934年に日本で 瀬戸内海国立公園、雲仙国立公園、霧島国立公園の3カ所が最初の指定を受けて1936年にインドでヘイリー国立公園別に各ノの内でも国名はアイウェオ順に列挙する。北アメリカ中央アメリカカリブ海、地域南アメリカフィンランド、北カレリアのコリ国立公園。ありがとうございます。